ここの、この景色もこれだけでめっちゃいいな。風景を眺め、なんかちょっと天気悪いけど撮った写真を元にしてざっくりとしたシルエットでイメージを固めます。完成、いかがでしょうか。こんにちは、さっさきぎです。今回はこちらのインフィニティ2期というゲームを紹介させていただきます。先日 PV を見て、あの2期がオープンワールドに？とすごく気になったんですよね。ちょうど今回公式さんから招待いただいたので、皆様にこのゲームのいいとこをお伝えできればと思います。注目すべきはこの美しいグラフィック。このディテールでいろんなお洋服の着せ替えができて、この風景の世界歩き回るのすごすぎない？そして思いました、これイラスト資料にめちゃくちゃ使えるんじゃない？というわけで今回はインフィニティ2期の着せ替えと風景を使ってイラストを描いてみたいと思います。それでは早速いってみよう。まずはお洋服。布のふわふわ感すごすぎるな。どの服もめちゃめちゃ素敵だし、このクオリティで着せ替えができるのすごいな。この青いドレスのね、お洋服が好きなんで、これにしようかな。帽子のかぶり方とか靴とか布のシワとかって描くの難しいので、こういう 3D モデルのお手本があるとだいぶ描きやすくなるよね。今回はこんなイメージで決定。フィールドめちゃめちゃ広くて綺麗だったんですよ。もうどこ見ても絶景でね、これすごいなって思いながらプレイしてました。というわけでね、インフィニティ2期実際に遊ばせていただいて見ていこうと思います。この辺花咲いてていいな。あ、これ良くない？これ手前にも花あり、奥にも花あり、山あり、建造物あり、あ、結構綺麗かも。お、眺めがいいですね。あ、すごい。え、写生大会してる。え、めっちゃいいな。え、ここの、この景色もこれだけでめっちゃいいな。これ、もう後ろ姿でこうやって見てるだけでもすごい綺麗かも。ここがスタイリスト協会。建物めっちゃ綺麗だな。なんかもう結婚式場みたいな綺麗さがあるよな。あ、すごい。ここも綺麗だな。この感じ。この、まあ、石像あって、胎児をね、こう下からこう、見上げる感じでもいいんじゃない？この辺綺麗ですね。街並みがめっちゃ綺麗。座れるかな、これ。あ、座れた。ちょっと雨降ってきちゃったけど。雨降ってきちゃったけど、めっちゃいいですね。もうこれでもめっちゃ絵になる。もうこれで。これいいなぁ。こう結構、ああ、蜂も飛んでますしね。ちょっとお天気がなぁ、悪くなっちゃった。あ、でもすごい綺麗。もうこの道の感じもいい、もう。もうこれだけで絵になる。これは、こうっすね。あら、猫ちゃん。猫かな？猫だよね、多分。猫だね。こんな橋もいいですね。あ、すごい！湖畔で、こんな感じで、風景を眺め、なんか、ちょっと天気悪いけど。ちょっと増水しちゃいそうですけど、これ。あ、雨止んでる。よかったー。あ、いいね。自然が多い。山。やっぱ山道なんでね。山の感じ。こんなね、森の中って、うわ、すごい。日の光が綺麗。え、もうこれだけですごい綺麗。あ、もうこれすごい綺麗、これ。これで。道があって、山があって、森があって、ニキがいて。フォトモードで、いい感じの写真を撮れないかな。どうしようかな、これ。なんかさ、こうスクリーンショットっていう意味では結構この円形から撮る、こう、ね、感じもすごい綺麗だよね。ただな、ちょっと、絵描くとき、背景見だと私描けない可能性あるかな。どうしようかな、このね、朝日だよね。光の感じがすごい綺麗なので、この感じでも全然撮りたい。カメラ移動、こうか。よいしょ。なんかできちゃったかな。あ、うん、こういうスクリーンショット私好きですね。よく撮ります、割と。いろんなね、他のゲームやってて、スクリーンショットが撮れるやつ。で、焦点距離、あ、なるほど。カメラ回転、はいはいはい、ちょっとオーシャンなるやつね。こんな音して。絞りぼかし。あ、いいですね。もういい。こうして、こんな感じでね。補助線、オン。あ、なるほど。あ、これね、あのグリッド線ね。これ写真ってね、この3分割したときの、この、どっちかにね、こことかにね、いるとね、写真が良くなるっていう。ありがたいグリッド線ですね。NPC、あ、NPC 消せるんだ。確かに。
祝福の光。これあれかな、装備品のキラキラするやつかな。で、光、あ、光量いいね。あ、いいね。高性能だね。ソフトライト。あんまり、あ、でも光ってね、光ってね。ソフトライト範囲。はい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 。全体的にぼやっとなるか、部分的だね。明るさ、明るさいいね。いいね、この木漏れ日の光も綺麗。露出。露出上げたいね。今ちょっと曇ってるからね。コントラスト。あ、いい！え、良すぎ！え、綺麗！ちょっと、コントラスト上げた写真綺麗。サイド。あ、はいはい、あの、明るく鮮やかな様子ね。気持ち上げるかな、気持ちね。自然なサイド。あ、自然なサイド。最近カメラによくある自然なサイド。いいですね。ちょっと自然に上げるか、自然サイド。ハイライト。あ、奥の方買ってるか。シャドウ。あ、はいはい、木の方がね、変わってますね。入ってるからあんまり変えない方がいいかな。で、もう、妹。かわいい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 。いいですね、妹。かわいい。いいねー。こんな感じで資料を確保してきました。資料が揃ったんで、お絵かきをしていきましょう。まずは構図を考えます。撮った写真を元にして、ざっくりとしたシルエットでイメージを固めます。描いてて気づいたのですが、ロケ地がめっちゃ山道なせいで、このまま描くと山にハイキング来たぞ、みたいな雰囲気になりかねず、せっかくの可愛いドレスとの食い合わせが悪そうですね。オープンワールドゲームのフィールドであれば気にならないのですが、一枚絵だとちょっとミスマッチな感じがします。そこで、山を古城に変えたり色味を変えて異世界観を出したりして、メルヘンな国に迷い込んじゃった。お洋服も魔法少女風になっちゃったといった状況を設定しました。人体は描いてていまいちうまく描けないなと思ったので、クリックスタジオペイントの 3D モデルを使用してポーズを取らせます。右手を握ってちょっと緊張したポージングをすることで、見知らぬ世界に迷い込んでびっくり、ワクワクもするけどドキドキみたいな印象を与えられたらいいなと思いました。お洋服はどこまでにキちゃんのものと似せるか悩んだのですが、今回はスクリーンショットを参考にして描く趣旨のお絵描きなので、ドレスの形やシルエットを真似しつつそのまんまにならないように変えて、普段のキキのお洋服の魔法少女風アレンジっぽくしています。線画を描きます。これは完成した後から振り返っての反省なんですが、背景は厚塗り風に塗る想定をしていたので、この時点で人物も厚塗りっぽく仕上げられるような線にしといた方が良かったかも。この後線が馴染まなくて結構苦しむ羽目になります。背景をちょっとずつ加筆して解像度を上げていきます。草とか絶対わざとらしくなっちゃうの、どうやればいいんだと途方に暮れながら資料とにらめっこして描いてます。木や石などパーツごとにレイヤーを分けておいて、そのパーごとに色調補正レイヤーでグリグリ調整してピンとくる色を探し当てています。針葉樹っぽかった木も葉っぱをピンクにしたら異世界感出るのではと塗りたくりました。お洋服の色もめっちゃ悩んだんですが、最終的には赤白ピンクで落ち着きました。本当は黄色とか水色とかも入れたかったんですけど、あんまり色使いがポップすぎても風景から浮くかなみたいなとこもあり難しかった。城はパース定規を最初使ってみたんですけど、うまく扱えなかったので、最終的には IPAD の画面に直に定規を当てて直線描いてました。植物描くのはカランすぎると思ったので、クリックスタジオの素材ペンをたくさん DL してきました。ポンポンやって桜が咲いてめっちゃ嬉しかったです。おすすめ。ここまでで作業時間5時間18分。城をもうちょっと正しく描き込めるとクオリティ上がるんだろうなと思いつつ、ちょっとこれ以上時間をかける気力は自分にないなと判断してスクリーンで光らせてごまかしています。空は別の資料もいろいろ探してみて、城を中心に広がってる感じになるとえもいかなと思ってやってみました。最後に人物をバーッと塗ります。私はいつも長山レイヤーで一色でベタッと塗った後、そのレイヤーに部分的に色をつける時短塗りをするのですが、今回は厚塗り風味にしないと背景から浮くのではと思ったため、最初の一色塗りレイヤー濃淡のあるブラシで塗ってそれっぽくしています。最後はオーバーレイとかグラデーションマックとかを使って加工して完成。完成。いかがでしょうか。めっちゃ時間かかりましたね。いやでもこのクオリティのね背景イラストをね描いたのって結構初めてレベルなのでね、
まあ、この時間でこれだけかけたのは本当に資料を用意したからでしょうね。同じ時間かけても多分お手本なかったらね、何から手つけていいのか分かんなくてね、書きようがなかったからね。いや本当にね、背景 かけなさすぎるからね、本当普段ね。なのでまあね、割とそれっぽいのが書けたんじゃないかなと思います。まあいろいろね、ちょっと反省点もあるにはあるんですけど、まあパッと見とりあえずファンタジーいい感じなイラストになったんじゃないかなと思います。今回ご紹介させていただいたインフィニティ2機はマルチプラットフォームでプレステ5、PC、スマートフォンで遊べます。ビレグラフィックと着せ替え、フォトモードの楽しさはもちろんなんですけれど、やっぱりオープンワールドで広い世界を歩き回って目についた素材を集めて要素や機能を強化していくのっていうのがね、めちゃめちゃ楽しくって普通に長時間ずっと遊べましたね。今この背景で流しているゲームプレイ映像なんですけど、こんな感じで各地に探索要素とか戦闘の要素とかもあって、すごく遊び応えがあったんですよね。ただ広くて綺麗なフィールドを歩けるってだけじゃなくって、遠目にね、あれなんだろうって思った場所に向かってみると、こうやってギミックがあったりね、なんだこれみたいなスポットがあったりしてね、常に楽しさを与えられ続ける感じでした。こういったミニゲームが遊べるポイントもあって、幅広いゲームジャンルの楽しさをご用意してくれてるっていうね、とってもリッチで遊び応えのあるゲームだと感じましたね。めちゃくちゃクオリティ高いのでぜひやってみてほしいです。 X と公式サイトから事前登録ができるのでぜひチェックしてみてね。以上、さっさききがお送りしました。